快速電車、大阪方面の快速電車が先に甲子園口通過をします。その後発車いたします。もうしばらくお待ちください。信号変わりましたら発車をいたします。
出口左側です。Thank you.
ご乗車ありがとうございます。北新地京橋方面東西線入ります。奈良行きです。京橋まで各駅に停まります。14分の発車です。あと2分ほどお待ちください。京橋方面、山崎から東西線入ります。区間快速奈良行きです。まもなく満車です。
です。
先同じホーム2人が乗り換えるのから別の列車が並行として運転を乗り出し、この列車は先に変更しまして四条川停止ですが、四条川停止から先は同じホーム2人側四条川停止から別の列車が並行として運転をいたします。四条川停止先ご乗車のお客様、この列車に引き続きご乗車京橋です。大阪環状線京阪電車地下鉄線ご利用のお客様の行かれです。この電車は
快速電車となります四条畑行きです。京橋の次は花店に停まります。この電車は本日に限りまして区間快速四条畑行きとして運転させていただきます。また終点四条畑で区間快速奈良行きに連絡いたします。四条畑から先関地方面長尾方面お越しのお客様、この電車にご乗車の上終点四条畑でお乗り換えください。まもなく発車いたします。
Thank you.
。